三の丸なお倉館。三の丸なお倉館。三の丸、肖像館。とは、東京都千代田区千代田の皇居東御苑内にある博物館施設。区内庁が所管する。昭和天皇の死後の1989年、平成元年6月に昭和天皇の遺族から寄贈され、国庫に寄属した美術品を保存、研究、公開するための施設として、1992年、 平成4年9月に皇居東御苑内に建設され、1993年、平成5年11月3日に開館した。日本の皇室は、京都御所で儀式の際に用いる屏風や刀剣、歴代天皇の神筆などの伝来品のほか、近代化以降は、東京の皇居宮殿、御所で用いた、調度品、近代以降に、家族、財界人、 海外の品格などから堅牢された美術品、印券などの展覧会で買い上げた美術品など多くの美術品や文化財を所有していた。こうした皇室所有品は巨物と称された。第二次世界大戦直後、かつての皇室財産は相当数が国有財産に移された。焦燥院と焦燥院宝物は宮内庁の焦燥院事務所、京都御所、桂離宮。 修学院理休は、宮内庁京都事務所の管理下に置かれ、両母出土品や古文書、転籍などは、宮内庁所領部の管轄となった。そして、これら以外の第二次大戦後も、天皇の私物に留まった文化財は引き続き、巨物と呼ばれることになった。1989年、昭和64年に1月7日、昭和天皇が死去したことに伴い、 相続税の納税のため、遺産の範囲を確定する必要が生じた。天皇の晩年には、戦後、巨物と称されたものであっても、国有財産なのか天皇の私物なのかが曖昧になっていたのである。そして、三種の神器をはじめ、歴代天皇の肖像、神筆、皇室の儀式に用いる屏風や、刀剣類など、皇室に、ゆかりの深い品は、皇室経済法第七条により、 引き続き、魚物として、天皇の私物とされた。その一部は、相続税の課税対象となっている。残りの絵画、書、工芸品などの美術品類、約3180件、約6000点は1989年、平成元年6月、遺族から国に寄贈された。これらの国有財産となった、美術品類を適切な環境で保存研究し、 一般に公開する目的をもって1993年、平成5年に、皇居東御苑内に、三路丸なお倉館が開館した。地上2階建て、総床面積約1600平方メートル、1階には、約160平方メートルの展示室と売店を設けたほか、約1000平方メートルの収蔵庫を備えている。当初は保存研究を主目的とした収蔵施設として、 建設を計画し、収蔵品の公開については、博物館、美術館への貸し出し等を行って展示することを検討していたが、遺族の意向により、当館内に展示室を設けることになったという。その後、秩父の宮妃の死後の1996年、平成8年にその遺品が2001年、平成13年に、孔順皇后の遺品が高松の宮妃死後の2005年、 平成17年にその遺品が、さらに2014年、平成26年3月に、三笠宮夫妻の遺品が、それぞれ寄贈された。2014年、平成26年時点で、約9800点の美術品類を収蔵している。区内庁管理の美術品、焦燥院宝物や所領部管理品を含むは、監修的に文化財保護法による指定の枠外となっており、 三の丸なお倉館の所蔵品も、国宝、重要文化財等には指定されていないが、絵巻物の、猛古襲来絵言葉や、春日が根源元気絵巻、カノエイの代表作、東志志図描部、また、明治時代に、京都、小国寺から宮内省が買い上げた、伊藤若忠、同色彩絵三十幅など、知名度の高い美術品が多数ある。収蔵品には、 江戸時代以前から金利に伝来した品のほか、低質儀原因に任命された美術家の制作した作品、消失した皇居の明治宮殿で使用されていた、ちょうど装飾品類、明治以降に、旧大名家、旧石棺家や財界人等から皇室に献上された美術品などが含まれる。2014年8月、宮内庁が、 当館に新館を建設する構想を検討していることが明らかとなった。皇居東御苑は平成に入って以降入園者が増加し、2014年7月29日には公開開始以来の入園者が2500万人を、は、同年には年間の入園者が初めて100万人を超えた。皇居東御苑入園者の増加に比例して、当館の入館者も増えており、 2014年11月15日には、開館以来の入館者が500万人に、到達、2017年5月28日には600万人を超えた。宮内庁は、こうした、当館入館者の増加傾向や、皇室からの寄贈品の増加により収蔵庫が手狭になっている問題を受け、新館を建設し、同色際へ30幅が並ぶ程度の展示スペースと、 新たな収蔵庫の確保することを構想した。2015年12月、改修と新館建設に関する基本計画がまとまり、2016年1月、区内庁より公表された。そういう面積は、既存部分の約3倍となる4800平方メートル、展示室は360平方メートル、収蔵庫は約1800平方メートルに拡張。 この他公共の概要や、皇室の歴史などを紹介するコーナーも新設。完成予定は2022年度と発表された。2017年12月、宮内庁は、この計画を進めるべく、収蔵品の保存や公開のあり方を検討する有識者懇談会を設置した。しかし有識者からは、既存建物の増築や収蔵品の建物内移動など、 区内庁の計画に否定的な意見が相次いだ。2018年6月、懇談会座長の宮田良平文化庁長,長官が、区内庁の西村康彦次長に反対意見を盛り込んだ提言を手渡した。これを受け、区内庁は新館建設計画を撤回、既存の建物を取り壊し、大型の新築棟に全面的に建て替える方針を明らかにした。今後は、 新築旨の具体的規模などについて検討を進める。主な収蔵品については以下を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。